ゃく座稽古版オペラシアターゃく座は1971年に設立されたオペラカンパニー通称ゃく座1965年東京芸術大学生学科3年生の6名によりゃく体操クラブが結成される学内の芸術祭でのラボエームやアマンジャクトーリコ姫などの上演を経て言葉がはっきりわかるオペラを創作上演する目的で 1971年には、有志8名によって、オペラ衝撃場こんにゃく座を結成し、1974年に、本格的な旗揚げ公演を行う。この年の9月13日の、アマンジャクトーリコ姫北海道公演を、林光が見に行ったことから、こんにゃく座は、林光を音楽監督として迎える道をたどる。座は、 次第に拡大していき1984年5月にはモーツァルトのオペラフィガロの結婚を上演するがそれに燃え尽きてしまったかのようにこの頃から解散への動きが強まっていくしかしおののがこんにゃく座を続けていくことの確認準備を重ね1985年には残った6名で新たに活動を続けることを決意するこの時に名前をオペラシアター座と改め 現在に至る、近年では年に2、3回の本公演を行う一方、旅公演では全国の学校や親子劇場、演劇鑑賞会等を回り、年間200から300公演の活動を続けている。オペラといっても、いわゆるグランドオペラの形式は取らず、多くの演目が基本的にピアノ伴奏のみ、あるいはそれに加えて役者が打楽器や鍵盤ハーモニカを演奏する程度である。 ただし一般的に行われるような、本来はオーケストラ伴奏のオペラを代わりにピアノで演奏している状態とはやや異なり、初めからピアノ一台で伴奏するために書かれたオペラがほとんどである。そのため、これらのオペラをピアノオペラと呼ぶことがある。白木のは、金色や叉などは、その代表的な作品とされる演目によっては、ピアノに加えクラリネットやバイオリンが加わったり、 小編成のオーケストラが参加するものがある。編成の大きいものでは、ガリレーの生涯や、森は生きている、オーケストラ版などがある。これらもオーケストラではあるが、ピアノも使用されている。ピアノを全く使わない演目は少ないが、北首将軍と三人兄弟の医者や、鹿踊りの始まりなどがある。また、内容を聞き取れる歌唱表現に重点を置いているため、ベルカントで歌うこともないが、 ミュージカルのようにマイクを用いることもない。以上のように生演奏が基本であるため、劇団としては音響スタッフとの関わりが非常に少ない。ただし稀ではあるが、SE で爆撃音などを流す場合がある。初期の演目には、アマンジャクトーリコ姫や、お根性ルリのような民話オペラが多い。オペラシアターと改名した頃から、セロビキのゴーシュの宮沢賢治作品によるオペラを、 取り上げるようになり、一方で、シェイクスピアのハムレットやロミオとジュリエット等、海外の擬曲や文学作品によるオペラも上演し続けている。その演劇性からミュージカルとみなされがちだが、ほとんどの作品がオペラと題されており、あくまでもオペラであることを強調している。モーツァルトの魔キを本案した魔法の笛だけが歌芝居となっているが、これは、 マテキが厳密にはオペラでなく、ジング・シュピールであることに由来する、モーツァルト作曲によるオペラ、フィガロの結婚と、歌芝居、魔法の笛の2作を除く多くの作品が、臨校及び萩京子の作曲による、日本語のオペラである。1971年の設立から2017年現在までに、約60作品の新作オペラを制作、上演している。ありがとうございます。